はいどうも、りょういちです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。では、先へ進みましょう。さらに奥へね、この町外れな廃屋という、かがり火からね、下へ行けるんで行きましょうか。そろそろボス来そうだけどね。ん?またいるな。下に続いてんのか。一気に降りちゃう。こっから降りちゃう。ダメージ食らいそうだけど。結構。いいか。敵倒していくか。なんだ?あれ?どこ行った?どこ行くの?あいつら。俺以外の敵に反応したのか。何か。どこ行ったんだろう。炎のやつがいる。うわぁ、びっくりしたー!三蔵法師さーん!びっくりしたー!完全に気を取られてた。今の。いやぁ、しかも来たし、なんか来たし、いててて。やめて。氷の剣か、お前ら。よいしょ、危ない。よし、危ない、さすがレイピア。素早さだけは、ピカイチ。あっちにもいるな。あっちに抜ける方が多分いいんだろうな。炎のやつはいるけど。あっち行ってみるか、まず。よし、気づかれてない。なんだ?うわ、お前ら魔法使いもいるのか。ソウルの矢を。放ついて。ほっ、危ない。よいしょー。オーケーオーケー。暗い。超暗い。何も見えない。本当に。暗い。暗い。本当に暗いな。近づかないと見えないんだな。あの炎のやつどうしようかな。ちょっと戦ってみるか。おーっと危ない。うわわわわわわ。よいしょ。ひるむな。まあまあひるむ。いけるか?ひるんだら、いける。連続で叩き込めー。オーケー。さすがレイピアさんだ。いいね。お、なんだ?怪しいな。これは怪しい。俺でもどこに向かってたんだろう?あっちじゃないの?後ろの方って。霧がかかってた方ってね。あっちだったような気がするけど、なんかこれ別の方じゃね。わかんないけどな。合ってんのかな?どんどんなんか怪しげなところへ行っちゃうよ。なんだここ何もないのかな。何もない。メッセージも誰も書いてない。すげえな。さらに下へ。何があるんだ。一体。あ、かがり火じゃん。ちげえな。かがり火が、あれ、イルシールの地下牢ってとこに来ちゃったけど。かがり火だ。まさかの、こんなとこにかがり火が、またあるとは、開かない。地下牢、誰か捕まってそうだな、NPC。友好的な人がいそうだな。え、なに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 ?呼び起こしの人?なになになに?びっくりした。なに?ホラー要素、急にホラー要素入れてきた。よいしょ、ゾンビが。何の断末魔だったんだ今のは。怖すぎるでしょ。ん?なんかいる、なんかいるぞ。なんだあいつ。監視か、あいつは監視か。え、そういう扉?すげえ。持ち上げるタイプの扉なのこれ。牢屋。そうなんだ。よし。鍵がかかって、何?鍵だと。鍵なんてどこにあるんだよ、この扉に。鍵穴なんてないでしょ。どういった?あいつどこだ?ふ、左かな?あ、左にいた。なんだ?煙だ。うわ、あいつ、火の熱い、鉄の熱いやつ持ってる。一気に行くぜ。お、よし、行った。危ない。危ない、よし。行ったぜ。あれ、ライフがめっちゃ少なくね、俺。ライフこんな少なかったっけ?なんか少なくなってる。見てー!バカな、やめてー!冗談じゃねえぜ。あ、ライフ伸びた。なんか、何か食らってたんだな。煙の効果かな。
いるし、昼の化け物いるじゃん、こんなとこに。なんでだよ。なんでいるの。開けたくないから開けないでおこう。お、ゾンビどもがまたうじゃうじゃいるな。あ、いるいる。なんか蘇ってきたけど、なんか取れたけど、防具取れたけど。よし、これ起き上がってこない、起き上がってこない。鍵がかかっている。うわ、いっぱいいた。鍵を開けたら、あれか、どっかでレバーとかを上げたら多分一気に上がるんじゃない、牢屋の。わかんないけどね。したらあいつ、あれ、あいつ出てきてるし、出てきてない、なんか違うのか、さっきのゾンビのやつか、ゾンビから出てきたんだ。うわわわ、あいつだ、あいつじゃん、カゴのやつじゃん、久々登場、カゴのやつ。よし、あいつらは無視でいいな。どこだろう、ここ。メッセージがあるな。寝言とはな。まただ。何が寝言なの、これ。アイテム取ったら、あれなのかな。うわ、来た、あいつだ。多分あいつに下げられるんだよね、ライフが。ほらね。いて、いて。お、ローリングもなんか重い、遅い。ローリングも遅くなってる。めちゃくちゃライフが短い。あ、飲んじゃった。来るな、来るな、来るな。やめなさい。早くその魔力を解け。あ、そうか。こいつ近づくだけででも減っていくんだ。うわ、すごい。伸び方がじわじわ伸びていく。こいつに近づくだけでね、ライフが減っていくんだな。最大値が。なるほど。非常に厄介な敵だ。強くはないが、減らされるのは痛いな。回復がなくなっちゃうし。ほっ。まあ、すぐに戻ってくれるからな。永久だったらもう、地獄だろうけど。こっちへ行ってみるか。ん？またか。またいた。あいつ近づいたらダメなんだな。弓矢で倒そう。この飛び道具のプロに任せなさい。なんか近づかなくても普通に減ってる。全然普通に減るじゃん。なんなんだあいつ。どんな距離でも減らせるのか。めちゃくちゃ減ってる。なんなんだ、別のやつなのかな。実は誰が泣いてるんだよ。この鳴き声は一体何だ？どっから聞こえるんだ？くそー。なんだこれ？気持ち悪い。これか？鳴き声の正体は。なんだこれは？なんなんだこれ？あ、敵だった。あ、でも動かない。敵だよね。わかんない。人だったのかな、話せたのかな、わかんないな。でも何もない。まあ置いとくか。人だ、もし友好的な人物だったら、あれだしな。また時間が経てば話せるかもしれない。またあいつかよ。後ろから一気に行くか。後ろから一気に行く？足元って書いてある。なるほど。ありがとう、メッセージさん。これは助かったぜ。こりゃー。いやー、結構硬いな。結構硬い。ゆっくり。うわー、横にも行ったかー。測られた。行くか。抜けろ。俺抜ける。あー、やばいやばいやばい。あっちに扉があるぞ。行け。ライフがもうない。こちら側から開かないパターンでしたー。死んじゃう。これも死んじゃう。あー、ない。あー、ダメだー。よーし、ここまで来たぞ。とりあえず、こういうの足元のやつを倒すか。ほっ、よいしょ、ほらー、よし、やばいやばいやばいな。まあ、ソウルを諦めて
行くか、いや倒していくか、倒していった方がいいか。こいつら本当に厄介だ。ほらこいつ自体はそんなに強くないから、冷静に対処すれば問題はない。そして回復するのもあと、なんだあいつまたいる、気持ち悪い。こいつ別に普通の何か、うわこれなんか動き出すやつ、動き出すパターンのやつか、危ない。よしよし、オッケー。うわーいた、左にいたのか、びっくりするな、もう。およし、オッケー、ソウルも返してもらうぞ。結構溜まってるな、ここ結構溜まるんだな。明けしおトカゲさんだあれは。よし待って、いや他の敵いそうだな、他の敵いて、危ない、怖いな、いてててて、ちょっと待って待って、よいしょ危ない、よいしょ危ない。お前なんだよ、槍だ、これ何もないか、ここは開いた、開くのかい、うるさいんだよ、ギャー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 、よいしょ、 OK、 何もなかった。そろそろ何か別の道、あ、外？外か、急に外に出たぞ。わ、すごい。なんだ、別のとこじゃねえ、これ。ここどこ？すごい、なんか別のエリアっぽいぞ。なんかあれ、ボスのエリアっぽいよね、なんか。微妙に。あそこに行くのかな？最初とは全然違うとこ来ちゃったね。なんだ、あいつら。右の予感。なるほど。ありがとう、メッセージさん。よし。落ちちゃった。危ない。落ちちゃう。危ない。俺まで落ちちゃう。なんだ、あいつ、ボウガンか。ボウガン。一人呼び出すか、じゃあ。こっちへ。ひょっ。いて。食らっちゃったよ。来い。ほっ。いて。弓矢が。矢が飛んで、ふっ、かわす。よし。オッケー。これ別のエリアなのかな？あ、怪しい。非常に怪しい。結構回ることから。ミミックかな？攻撃してる。やっぱりね。ほっ。やばい。危ない。こいつの攻撃痛いからな。よいしょ。よいしょ。今だ。こいつで後ろ取れるのかな。ほっ。取れないのかな。今だ。やばい。危ない、痛い。危ない。なんだか、なんだか、一応、なんだか。うわー、怖い。ほら、いけ、よし。よしよしよし。エストのかけら持ってるのがいいもん持ってるね。またなんか牢屋か、いびきみたいなのが聞こえる。なんだろうこれ、下に降りれる。ここは行けない。うわいっぱい来てた、いっぱい来てた。うわー危ない、こういうの苦手なんだよレイピアは。しかも3発か、微妙に しぶとい。3発はきついな、結構。いててて。ほっ、遅いのがまあ救いかやつら。いてー、なんで矢が2つも。避けてー、いくぜ、貫き。よいしょ、OK。まだまだいるじゃん。すごい多いな、ここ。次来るときは切り抜けしないとな。うっ。よいしょー。ほっ、何かあるか？何もない。
ここ落ちた方がいいのかどうかわかんないな。やめておこう。よし、こっち行ってみるか。とりあえず安全だな。オッケー。あ、何か、もしかしたら近道か、これは。もしかしてどこだろう。全然違う。なんだ、巨人だ。寝てるのかこれ。あ、ケシュトカゲさんがいた。逃げ出した。こいつ寝てるんだ。通れない。こっちは道はなさそうだ。どうしたらいいか。下に飛び降りてもいいし、倒すか。普通に攻撃してみよう。あ、普通に起きた。いて、やめなさい、そういうので。よいしょ。おお、怖い。だが残念だったな。貴様はもう死んでいる。また眠りにつくのかい。そんなとこで寝るなよ。そんなとこで寝なければ死なないもの。いて、また食らっちゃったよ。やばいやばいやば、死んじゃう。くそ、こいつ全然減らねえ、ライフが。勝て、抜けた方がいいか。一旦抜けるか、どうせすぐ寝るし。ちょっと攻撃、弓矢で攻撃して、起きたところを今です。走ります。アイテムよいしょー。危ない。あ、はしごじゃん。寝ていいよ、もう寝てください。寝ていいよ。なんで一撃なんだよ。飛び降りろー。降りたぞ。ここはどこだ。こっち行こう。反対側だか。巨人のちょっと違う方向だな。よし。あ、巨人の向こう側に来れたんだ、これで。あ、なるほどね。やっぱ、あっこから飛び降りることで、あの巨人を仕方できたんだな。よし、よかった、よかった。まあ、ソウルも一応回収しておこう。まあ、これも、無事に持って帰れるとは思えないけど。結晶トカゲさんがあそこにいる。あ、逃げ出したな。これでも巨人に当たるよね。絶対当たると思ったんだ。やってしまった、これはやってしまったかもしれない。ほっ。飛び込むぜ、俺は。いけ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 。とわー、危ない。助かったー。よし。やつはまた眠りにつくだろう。うわ、いっぱいいた。よいしょ、危ない。これきついぞ、ちょっときつくなってきたぞ、だいぶ。そろそろ本当にかがり火とかないと、かなりきついんだけど、遠いんだけど。二人組があるぞ。マジで？巨大ネズミかよ。巨大ネズミの二人組かよ。来た来た来た。おっ。よし。よいしょ。OK。まあ、どうということはない。ここどこだ、本当に。あ、開いた。これは何だろう。近道かな。いやー、こんなとこ来た覚えないけどね。どう考えても。来た覚えが全くない場所です。どこ行ったらいいんだろう。ちょっと上行ってみよう。かがり火があるかもしれない。マジでかがり火が欲しい。そろそろあってもおかしくないんだけどな。多分どっか逃した可能性もあるな、これだけないと。怪しいな。2つもあるよ。これ2つともミミックのパターンかな。怪しすぎる。こっちから攻撃してみよう。あ、いけた。おお。あ、鍵だ。いいね。これは？あ、ダメだった。ミミックだった。
勝負だ。なんだあいつ、こんなミミックいるのか。うわびっくりした。なんだ、あ食われちゃった。やばいやばい、死んじゃう。いやいや生きてる、ギリギリ生きてる。なんかしかもカエルが後ろにいっぱいいる。やめてそういうの、冗談じゃねえぜ。一旦逃げよう、一旦逃げよう。なんでカエルまでいるの。ここは逃げるしかないな。ここはもう行くしかないか。あのミミック後で、あ今度倒すと。あー何もなかったな。どっち行けばいいんだろう。道がいっぱいある。とりあえずこっちから行くか。うん、なんだろう、何かいるな。誰だこいつは。流体積、人死んでんのか。メッセージ、ジェスチャーさえあればって書いてる。なんで、まあよくわかんないけど進むか。ん、エレベーターだ。エレベーターはもしかしたらあれかな、あれだ、近道に違いない。エレベーター近道の可能性が高い。あ、なんか途中にあるぞ。エレベーター近道だ。きっとそうだ。きっとそうに違いない。お、ここはどこだろう。あ、ここあれだ。扉だ。開いて、開かなかった扉だ。あ、やった。ちょっとは近くなったぞ。これで。これでもでもきついな。途中に何かあったよね。よいしょ。あれあれあれ、登れなかった。くそ。もう一回行くしかない。今だ。行くぜ。よいしょ。危ない危ない危ない。あ、嘘。そういうパターン。ちょっと、しっかりしてくださいよ。よし、なんとか戻ってこれた。本当に、びっくりだよ。自分でも。お、よし、ギリギリ。雷の剣。これだけか。よし。オッケーオッケー。行く、行くか。そしてじゃあ、こっちはじゃあ近道だったから、反対側だよね、きっと。あいつがいっぱいいるなぁ。あいつはもう無視していくか。先こっち行ってみるか。ん？ああ、いっぱいいる。叫び声のやつがいる。あ、いるな、いっぱいいた。よし。これはもう行く。俺は突破するぜ。ボスかな？ボスいそうだし、あの先。わかんないけど、行くぜ。どうだろう。扉もあるけど、まあいいや。とりあえず、飛び込め。何がある？いや、まだ全然先だ。まだ全然あった。かがり部屋はないかな。かがり部屋って欲しいけどないかな。ないな。ない。かがり火がない。怖っ。やべえぜ、これは。ああ、あそこか。あそこへ多分向かってるんだろうな。徐々に。うん。あの先、あそこがボスっぽいけどな。なんかいる？あれ壁にない。あ、なんだ？罪の都だって新しいとこ来ちゃった。なんだ？飛んでる。でっけえのが来たな、いきなり。落ちないかな、あいつ。うわぁ、危ない。うわぁ、怖い。飛ぶな、飛ぶな、卑怯だぞ。後ろ取れるのか、こんなでっけえのに。ワイバーンみたいな。うわぁ。お、勝て。よいしょ、勝て。超勝て。お、また飛んだ。見えない。カメラワークが見えないんだよ、飛ばれたら。ガードしてんのか、これ。お、よし、いけ。いけ、押せ押せ押せ。よっしゃー。危ない。なんか新しいとこ来ちゃったな。これ大丈夫なのかな。イルシールは冷たい体のイルシール。俺、鹿として来ちゃったっぽいけど。
戻ろうかな、イルシールにね。戻った方がいいかもしれない。かがり火あるでしょ、きっと多分。最初の、こう、新しいエリアだったら、絶対近くにかがり火あるはずだ。探そう。ここなかった、本当に。ここありそうだけどな。一番あってもいい場所だけど、ないよね。どう見てもない。うん。じゃあ、この先にあるんだな。そうに違いない。新しいエリアには絶対あるはずだ、かがり火が。ここか？この下か？何もないな。あ、あった！あれかがり火じゃん。あれかがり火だな。どうやって行くんだ、これ。降りるしかないのかな？降りて行くか。え？行けないもんね。外からは？外も行けなさそうだな。降りるか。降りよう。あのかがり火まで行こう。無事に。行って今回は終わりだ。そして次回はあれだな。戻ろう。イルシールへ。こんなとこ来たくはない。罪のなんとかっていうとこだったっけ。よし、着いたぞ。かがり火だ。ふう、危ない危ない。多分こっちじゃないんだよ。こっちは多分先のエリアだと思うんだよね。イルシールにもボスはいると思うから、そこのボスをね、先に倒したいよね。まあいなかったら、まあこっち行くけど。では、今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。